シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日はゴールデンカムイについて語ってまいりたいと思います。では早速 T さんいかがだったでしょうか。はい、楽しく見ました。山崎賢人さんは何でもできちゃいますねすごいなって。なんかお風呂で真っ裸がなかなか魅力的でしたね。魅力的でした。あの女子の友達と言ってすごかったねって。みーちゃんはどんな今までしてきたんやなんかあそこで傷がすごいねみたいに多分言われてたけど、こっち的には体がすごいねみたいな。もう見てましたね。うん、ちょっと増量してたんですね。そうですよね、うん、なんか舞台挨拶チラッと見れば体が大きかったんで、すごいな。腹周りにちょっと肉つけてたよね、うんうん、いやすごい大変だろうなこの役に取り組むのはっていうのをすごい感じました、ね、なんか友達がゴールデンカムイすごい好きなこと言ったり、はいはい、なんかまあいろいろ言ってましたね今回、うん、まあやっぱりね原作ファンの方、うん、結構いらっしゃるので、そういうこういう、ね、人気原作はなかなか作るのが大変だと思うんですけど、うんうん、まあこれからね続けて、これ何作ぐらいまでやるんだろう。どうなんでしょうね。何作ぐらいまでいくのかな。でももうこれ序盤の序盤らしくて、そうなんだよね。どうすんのこれって言ってました、そのまま、うん、それはねキングダムも同じだから、うん、どうすんでしょう、ね、キングダムと同じじゃないと思うんだよね。いや、あの私が言いたいのは原作はすごく関数が多いからどうするんでしょうねっていう T さんの。いや僕は彼女が言った序盤の序盤って言って、うん、何が面白いのか全然分かんないんだよね、うん、見ても、うん、だからちょっとやっぱりこれどこまでやるのかは、キングダムはいちいち見せ場があるじゃん、うん、そのなんとかの戦いとかっていうのがあるじゃない。だからそこを一つずつ乗り越えていくってことで、まあ、仮に100はあってもいいんだけど、これはほらそういうのがないじゃん。だからそこだが全然キングダムと違うなと思う、ね、うん、中身的にはね、中身的とか設定が、設定はね、だからそれがちょっともうこの後見なくてもいいかなと僕は思っちゃったんで、その序盤の序盤すぎて何が面白いのか全然わかんないんだよ、ね、多分あのキャラクターなんじゃないですかね。キャラクターというのは、うん、出てくるあの人物の特殊能力的な、まあ、特殊ではないかもしれないけど能力的な違いで戦っていくっていうところとかね、わかんないですけど私の原作は読んでない。一生懸命面白くしようとして、うん、それはやっぱり雪原の中でのソリーとかね、うん、ものすごい努力してるのは垣間見えたけど、うんうん、でもなんか設定がさ、うん、ちょっとやっぱりあんまり僕はあのピンとこなかったですね、うん、だから俺続けていくと結局ほらそのなんつうんだろう、メリハリ的にちょっと大変そうだな、持つのかな、持つんでしょうけど、それがだから果たして面白いと思う人が、うん、あのまあ漫画は面白いんだと思うんだけど、うん、映画でやっていくのは結構大変だなとはちょっと思いましたね、うんうん、だから私は結構今作もあのキャラクターがねあの立ってるんで、そこが誰もキャラクター立ってる。私はあの玉木さんと、大和くん、この2人の大和って誰、大和、ああ、うん、この2人の白石と鶴見っていうキャラを今回は面白く拝見しました。なるほど、うん、ただあのね竹内さんが再三おっしゃってるようにこれ一歩目なんで、ちょっと説明しなくちゃいけないところも多いから、いやなんか気持ちわかるんだよね、うん、そう説明しないと、うん、しかもさ24人の意味がよくわかんないんだよ、うん、どう繋がってくるのかね。いやいやそうじゃなくて、なんで24人って多い人数にしちゃったんだろうっていう、うん、12人ぐらいにしてもよかったんじゃないのって思うんだけど、でもコミックとしてはこれヒットしてるから、うん、それはそれでよかったんじゃないですか。だけど映画として見るには、でもそれ12人にするわけにいかないでしょ映画では。いや別に映画12人にすればいいんじゃないの。いやでも12人になってるかもしれない、ね、いやなってないでしょ24人になってるからちゃんとじゃあネタバレ、うん、おーおーネタバレしまーす
狼狼っていうか、うん、白い守り神。いいですね。ネタバレ、でもネタバレはないか。まあだからやっぱりその設定がね、うん、結構込み入っていて、うん、それを説明するのが結構大変だったのと、見せ場作んなきゃいけないから一生懸命見せ場を盛り込んでいて、そこにちょっとキュウキュウとしてたなっていう気は僕は、うん、僕は見受けましたね、うん、だからそれは面白い。まあだから漫画読んで楽しみにした人には面白かったかもしれないけど、僕はもう一作でいいかなと思っちゃいましたね。まあコミックファン、この原作ファンの方はやっぱりこう作り込みが非常によくできてるっていう人は楽しんでたんですね。作り込みっていうかそのあれでしょ、具象化がで、そう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 、うん、キャラクターのね、まあ、キャラクターっていうかドラマの、あ、ドラマ設定としても、うん、だからそれはあるんだろうな、まあ、あとそのさっきも言いましたけど鶴見とか白石とかの、白石でいいんだっけ、全然面白いと思うんだったけど僕は。だからそのそれがいいっていう、あれ以来変な汁が出るんやってのは面白かったけど。え、山本君があの体ぬるぬるってしてする、あれ割と多いキャラだよね、ああいうキャラって、うん、うん、これでもあの地図掘り込んでるっていうのはプリズンブレイクとかと一緒なんですかね。あ、プリズンブレイクもそうなんだ、うん、あの背中にあの図面が描かれてる。24人も描いたら大変だと思うんだよね、うん、それを継ぎはぎするんですかね、うん、まあ皮剥いてたからね、うん、いやだからなんとか脊柱線だけ、うん、なんとか柱線、うん、で合わせてね、いや切れるようになる、うん、ちゃんと切れるように入れ墨を掘ってるから、うん、あらかじめその切って剥ぐためにあるわけでしょ、うん、でも24人もいたらさ全部集めるの大変だと思うんだよね。そこに醍醐味があるんじゃない。そこにだから僕はあんまりこう容認できないポイントがあるんだよね。しかもだって囚人でしょ、うん、いつ死ぬか分かんないじゃんね、うん、なんか勝手に死んで埋められちゃったらアウトだと思うんだけど、そこはどうなんですかね。だから脱獄する前提で掘ったんじゃないですか。まあ脱獄する前提だったら24人も掘らない方が良かったような気がするんだよね。大変だもんだって、うん、だって脱獄失敗したら3人ぐらい死んじゃったらもうね、そこ3つなんかクイズ番組みたいになっちゃうね。待ってこんだけないですけどどこでしょうみたいな、ここが肝心やみたいな話になってたりして、なるよね。それはほらあのそれ のっぺらぼうがさ、のっぺらぼう結局連れてこないとダメとかなったりして、地図が意味ねえやみたいな。しかものっぺらぼうは何、その金塊を自分で手に入れたいわけでしょ、うん、なのにあんなみんなに追われちゃったらどうすんだろうって思っちゃうんだよ ね。しかも土方歳三に教えてるわけでしょ。そうです、騙しだったりして。騙しなの、うん、フェイクだったりして。いや分かんないよ。いや類推ですよ、竹内さんはどうすんだろうっていうのに対して類推してるだけです。一番僕面白かった柳俊太郎演じた二階堂兄弟が面白かったね、うん、一人二役、うん、あと土方歳三面白かったね、やっぱり舘ひろしさん、うん、あと勝也が面白かった。勝也さんね、うん、鉄板入れてるね、うん、鉄板なのかなあれ、なんだかわかんないけど、うんうん、あれはなんかメイクさんの結構大変だった。大変でしょ、だって誰だかわかんないもん、うん、勝也には見えないもんね、うん、全然。アシリパちゃんは、アシリパが良かったね、っていうかこんな重い役なんだと思った、うん、っていうか主役だよね、アシリパ主役ですね、うん、あでこんな重いんだ、もう完全になんかダブル主役みたいだったもんね、うんうん、ダブル主役じゃないけど、うん、オーディションだったみたいですね。オーディションだったんだ、うん、だから山田杏奈ちゃんオーディション受けに行ったんですね。山田杏奈ちゃんはかなりチャレンジングな女優さんだから、うん、まあ前回だって山女で次回ゴールデンカム行って体力的にも大変だと思うんだよね、うんうん、素晴らしいね。だからやっぱ山田杏奈ちゃんのなんかチャレンジングな精神にはちょっと頭が下がりますね、うん、しかも体だってそんな大きくないのに、あんま体変わってないかもしれないけど、うん、だからあのどうしても私あの収録前からね、うん、雑談とかね、あのキングダムとの比較をどうしてもしちゃうんですけど、うん、キングダムって竹内さんおっしゃったようにこうそもそも三国志っていうね、うん、ベースもあって、うんうん、書きやすいとこもあると思う、うん、しかもほら見せ場がさ多いじゃん、うん、なんとかの戦いで、うん、そのなんとかの戦いがある意味があるわけじゃない、うん、だからその戦い、まあ、ある意味だからあの13人のあのなんだっけあの大河ドラマがあるじゃん、あ鎌倉殿、鎌倉殿の13人とか、うん、あと何この間の、うん、あれみたいに、うん、その映画をたくさん作ってっても見せ場に困んないし、うん、
その設定的に今回 の、 あの戦争の意味とか今回の戦いの意味とか今回この人が死ぬことによって何々が変わるとかっていうのがあるけど、要はこれ基本的に毎回同じ話じゃないですか。そこに見せ場を盛り込んでいかなきゃいけないわけだよね。だから今回あのなんだ雪原のさあのいろいろなスペクタクルなシーンとかあの雪道のさソリとか一生懸命、まあ、きっと原作にもあるんだと思うんだけど、うん、見せ場を盛り込んでるけど、うん、そこに意味性はないんだよね、うん、つまり24人あの捕まえて一つの地図にするっていうだけじゃないですか、うん、だからこれをさ永遠と続けていくのって大変だと思うんだよね、うん、だって毎回必ず映画だから、まあ、当然コミックもそうなんだろうけど見せ場があるわけじゃない、うん、きっと、うん、でそれをあえて作って見せ場を作りながらその24人の地図をつなげていくんでしょ、うん、でも設定的には毎回変わんないじゃないですか、うんうん、これ大変だよ、ね、そうだと思うね、うん、だから映画として、うん、いやいいよあの3作目ぐらいまでは、うん、まあ分かるけどその後どうするんだろうと思うよね、うん、ちょっと何本ぐらいねお作りになるつもりなのか、うんちょっと分かんないです。キングダムはほらもともとさ大将軍になるっていうのと、うん、いやこの国を治めるっていうさ、うん、その目標がありながら、うん、それに行くまでにいろいろな戦いとかそのいろんな国との関係性とかが描かれていくわけだから一つずつ一応ドラマのだから壮大ですよねキングダム。いや壮大とか壮大って言ったらこれだと壮大だと思うんだけどそうじゃなくてドラマの設定が作りやすいじゃないですか、はいはい、しかもいちいちそのエピソードで見る意味っていうのは分かるけれど、うん、これ結局毎回同じになりそうな気がするんだよね、うん、そこをどう乗り越えていくんだろうとは思いますし、そうとなると次回作も見ないと分かる。全く見たくないもんだってそういう意味ではもういい、いいかなお腹いっぱいこれ見て十分かなと思いましたね。でアイヌとかもっと出てくるのかと思ったら、うん、あんま関係ないし、ね、そうですね、うん、これでもやっぱりオリジナルでこのヒット原作を作られたのは、うん、結構大変だったと思うんですけど、いや相当大変だったと思いますよ、うんうん、やっぱりこれそれを原作コミックを映画化する難しさがちょっと出てるんですかね。というか多分この題材が映画化に向いてたかどうかっていうことなんじゃないかと思うんだよね。でキングダムは明らかに向いてますよ、うん、っていうのはもうスペクタクルできるの分かってるし、うん、映画化が大変なんだけど作れば、うんうん、その映画化していく意味性っていうのは何あると思うんだけど、これなかなか映画にしていくのは難しいんじゃないかと思うんだよね。その設定だけ見てると。これじゃあコミックの人気はどう類推しますか、うん、多分その何書かれてる時代感とか世界観とかがかなりうまく出たんではないかなと思うんですよね。飽きずに見られるっていうかコミックだからこそその世界観とか空気感を細かく描写していくことで面白さが出てきてるんじゃないかと思うんだけど、やっぱり映画にするとそこが難しいんじゃないかと思うんだよね。どうしてもほら見せ場を中心に描いていかなきゃいけないじゃん、まあそうですね、2時間の中でね。そう、それがないとなんかエンターテインメントにならないとみんな思ってると思うんで、ドラマ性よりもやっぱりスペクタクル性をやっぱり送り手は考えてしまうんじゃないかなと思うんだよね。そこがだからこのドラマの難しさなんじゃないかと。でも設定は基本的に24人の皮を集めてきてつなげいで誰がそれをお金を奪うのかって今訴求力でやってるわけじゃない。何回やってもそれが訴求力だと大きくは変わらない。基本的には要するに毎回その見せ場をどう作るかに不信していくってことになると思うんだよね。うん、Tさんいかがでした。なんか私のそのゴールデンカムイファンの友達が全く同じ感想を出たので、ええどういう意味、どの辺が同じ。なんかやっぱりその見せ場と盛り上がりがあまりなく丁寧には作ってるんだけど、なんかキングダムの方が全然面白かったねみたいな感じになって、なんかあんまりうまく言葉にならないから今すごい竹さんの話を聞いてそうだそうだと思って、話を聞いてたんで、なんで面白そこまでハマらなかったかがよく分かんなかったって最初。というかなんだろう、やっぱりその主人公がキングダムと比較する必要ないのかもしれないんですけど、キングダムはこう主人公がこうどんどん成長していくのがまず面白いけど、これ最初から強いしねとか言ってちょっと長いって感じちゃったみたいなのを2人でちょっと言ってて、でもやっぱりこの映像とか役者さんとか迫力がどん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 来るんで、あすごい楽しかったな、まあ、的にはね全然文句はないんだけど、うん、これ続けていくのってなるとそこにちょっと違和感がある。これ一作はいいと思うんだけど、
あのじゃあねちょっと視点を変えて雑談でもちょっと私が何とか言及した山崎賢人さんとのキングダムと両方とも山崎賢人さんっていうのは、まあ、原作両方ご覧になってるあるいはライバル視していた人からすると、うん、同じ人じゃなくしてほしかったみたいなご意見もあるんですか？その気持ちは分かるよね、うん、分かるけど僕はもう全く違和感はないけどね、うん、でその代案でね、うん、その増田雅樹君とか目黒蓮さんとかあの最初はあの原作読んでらっしゃった方は TOKIO の永瀬さんとかそういうご意見もあったみたいなんですけど、まあそういう方々がやっても多分やれるとは思うんですけど、でも年齢設定はあるんでしょ、うん、これ何歳なのこの人、24、5歳じゃないかっていう、それは永瀬くんは無理だよね、うん、ただ、うん、あの他の原作でもあの原作よりもかなり年齢差があることをやられた役者さんとかも、いやでもそれはないんじゃない、うん、この役はそれはゴールデンカムイでは難しい、杉本彩智って役が40歳だと、うんうん、それはまた違う空気感世界観の設定になると思うんだよね、うん、もうほら人生も半ばを過ぎてさ、うん、当時だとまあ60いくつで死ぬ時代じゃないです か、うん、だから40歳だともうこの何日露戦争を体験してきて、うんうんうん、その死地にいたわけでしょ、うん、で友達を亡くしてかつて好きだった女はその男と結婚して、うんうん、まあ、自分はほら何肺病闇の一家だったから諦めざるを得なかったわけじゃないですか、もうそういう底辺がいっぱいあるわけなわけですよね、でもこの設定はやっぱり杉本彩智って29でやっぱりまだ今を生きてる男だからこの今賭けに出てるわけじゃないですか、でしかもそこでアシリパとつながるのもあの関係性を作っていくのもやっぱりその年齢はあると思うんですよね、でそれをさ47歳の役者にやらせるのはちょっと47歳はちょっときついかな、いやだ無理だと思うんですよ、うん、まあ、せいぜい30中盤だったら、まあ、あの今の時代感から言っても30中盤だったら29って全然ありだと思うんだけど、うん、まあ、40過ぎていくとちょっと辛いかなと思いますよね、うん、そのあれでいくと例えばその東京リベンジャーズで、うん、あの中学生から、まあ、現世までやった北村匠海君が26歳、うん、でガンツの二宮和也さんが32歳で終わりになって、うん、原作は高校1年生だったんですね、うんうん、だそういうのはまだ容認できるっていうか、多分そこには年齢を大きく、うん、後にしても、うん、作れる自信があったからじゃないですか、うん、ただでもこの杉本彩智の役を40代にすると、うん、世界観全部変わりますよね、なるほど、うん、だってもともと29歳でも、うん、その203コーチを生き残ってきた男じゃないですか、うんうんうん、そこにある程度その人生に対する、あ、しかも自分の一家が肺病闇でもうあの、愛する人とつながれない村を出てって1年後に戻ってくるよったら友達と結婚してた男で、やっぱ人生にこう丁寧を持ちながら生きてるわけじゃないですか、うん、今の彼のさ目標はもういつ死んでもいいんだけど、うん、彼女にお金を渡したいと思ってこの賭けに出てるわけだよね、うん、そのだから設定をきちんとこう起こさせる年齢層っていうのはあるとは思うんだよね、うん、だからもし40代の設定にするんだったらまた違うこのキャラクターを付加していかなきゃいけないと思うんで、そこはやっぱりすごい重要性があるところなんじゃないかと。ガンツはさ、まあ、要するにただ年齢を後ろにすればいいだけでしょ、まあまあまあ、ある意味ですし、ね、うん、あのまああとはその山崎さんのキャラと、うん、この元々の杉本彩智のキャラが、うんうんうん、若干その杉本の狂気が描ききれてないんじゃないかっていう意見もあったんですね。でもそれはさ別に漫画をね、うん、律儀に具象化する意味があるのかってことだと思うよ。で、あとやっぱ映画にするってことはそこで新しく商売品として新しいパッケージングをするっていうことになってくるわけじゃない、うんうんうん、でさっき言った年齢差もガンツがだからいきなり高校生の役をね32にしてもそれはパッケージングなわけで、だから今回は別に40代にしてもいいんだけど、40代にすると新しいキャラクター設定を造形していかなきゃなんないから、そこにその原作との格差が生まれてやりにくかったんじゃないかっていうことは想像できると思うんだよね。なるほど、うん、だからそれは新しいパッケージングを施すっていう範疇になかなか脚色を含めてやりにくかったんじゃないかと思うんだよ。だからまあ元々の、 あの年齢設定に近い設定の役者さんっていうことにしたんだと思うんだけどね。あのキングダムと変えてほしかったっていう原作ファンの意見とかはどう思うんですか？だからそれは原作ファンの気持ちはすごくよくわかるけど、多分商売品として考えた送り手は、山崎賢人が最適だと思ったんだと思うんだよね。多分だからそのねビジネス思惑がどうも許容できない、うん、でその許容できない人たちの、うん、
それが興行収入の減につながるんだったら送り手はすごく考えたと思うんだけど、まあそれはあるんだろうけど、仮にあってもそんなにマイナスと考えなかったと思う。むしろ逆にプラスと考えたかもしれない、まあ、っていうか山崎賢人を主役にするっていうことの方がプライオリティは高かったんだと思うんだよね。なるほど。でじゃあそのビジネス面でちょっとじゃあ興行収入の方も見てみたいと思うんですが、はい、初登場1位で、まあ、スパイファミリーを抜きまして、うん、393スクリーンで1358,394円ということで、うん、まあ、アベレージもかなり高く、うん、まあ、大ヒットスタート、まあ、多分でかいところで開けてるから、うん、アベレージは当然高くなりますよね、うん、あの要するにキャパシティが多いスクリーンでやってるし、うん、特殊工業もあるんでしょ。あると思いますね。だそうすると平均単価もいくら、1499円だからやや高め。そうですね、うん、といってそんな高くないってとこを見るとやっぱり普通のスクリーンがかなりきちんと稼働していて、うん、しかも年齢層は割と1800円2000円を払ってる人たちが多いってことだと思うんだよね、うんうん、あの私見た回も結構入ってましたけど、竹内さん T さんどうですか。入ってました。僕どこで見た。9時とかの回だったんで、うん、まあでも、まあ、夜9時そうです、うん、若い方が多かったですね。僕は月曜の2時20分に豊島園で見たんだけど、はいはい、でもそれなりに入ってましたね、うん、平日で、平日の豊島園で、うんうん、それ原作ファンの方は山崎賢人さんのこと何かおっしゃってました。山崎賢人ファンなんで喜んで、うん、山崎賢人ファンでゴールデンカムイファンなんだじゃあもうぴったりなんだね。もう全然全然ケントでいいって言ってました、うん、まあ、そういう方もいらっしゃいますよ、ね、うん、でもすごいかっこよかったですよね、まあ、原作は読んでないけど映画見てる限り山崎ケントで何の問題もないように僕は見受けましたけど、うん、あとやっぱりさこの世代のキャストで誰を連れてくるかっていうのはあると思うんだけど、多分そのパブリックイメージも大事にしてると思うんだよね、うん、その大作の主演に合ってるっていうふうに考えた時に、うん、山崎賢人はあの何人かいるこの世代のスターとしてはあの安定度は高いんじゃないかと思いますけどね、うん、まあ、あのプロデューサーが松橋さんってあのキングダムもおやりになってるので当然その手応えとか空気感感覚、うん、実際の数字、うん、まあ、読んでらっしゃると思う。なんかこれ見るとさ、なんかワーナー映画のような気がするんだよね、うんうん、このゴールデンカムイって、うんうん、なんかワーナーのルローニケンシン的ななんかワーナーの映画を見てるような気になるんだよね、うん、これでも基本ワウワウでしょ、うん、メインはね、うん、ワウワウが制作主導だと思うんだけど、松橋さんって元ワーナーじゃなかったでしょ。あ、だからなのかな、うん、なんかすごいワーナーっぽい感じをしたんだけどね、うん、見てて、うんうん、多分おっしゃることはよくわかるし、うん、まあ、スタッフが被ってる方もいらっしゃるんですか、ね、まあ、いらっしゃるのかもしれないですけどね、うん、だからあの決してさ、その現代のデジタルシネコン時代のプログラムピクチャーとしてちゃんとすごい合格点の映画だし興行収入もきちんと取ってるし、ね、何の問題もないと思うんだけど、まあ、多分これ2作目3作目どこまでだから突っ込むのか分かんないけど、そこのやっぱ問題はまだあるんだろうなと思うんだけどね。まあ、あの最後の方でね、うん、自作に出てくるキャラクターが何人か出てきてたから、うんうん、まあ、あの辺、まあ、もうすでに撮影終わってるのかもしれないですね。もういっぺんに撮ってるんでしょうね、きっと3作ぐらいは、うんうん、まあ、キングダムとかもそういう方式に、だってあんな山の中でさ、うん、役者、人気役者をそんなに拘束ができないもんね。何も何も、ね、うん、でもキャスティングもちゃんとできてるし、もう本当に今のデジタルシネコン時代のプログラムピクチャーとしては合格点だと思いますよ。だってあんなさ北海道の山の中でアクション映画撮るの大変だと思うんだよ、それに見せ場を作るだけでもね。で多分あの平地はあれセットだと思うんだけど、あれだってあんだけセット組むの大変だと思うし、あの長い道に見せる努力、あれは多分特殊映像とかも使ってると特殊効果もやってると思うけど大変だと思いますよ、いろいろああいうの。これでも竹内さんだったらこれをこうするみたいなことありました、うん、映画化しないと思いますよ、うん、難しいと。これは映画化するのは、いや、キングダムはお金と労力とキャスティングとか大変そうだけど、まあ、作れば間違いなくあの人気者にはなると思うんだけど、ゴールデンカムイは設定的に僕は難しいと思うんだよ。だからテレビシリーズとかの方がやっぱ向いてるけど、でもそれだとお金がかかりすぎるじゃないですか、リカバー的に。だから映画化しかないんだろうけど、映画化するのこれ大変だと思うんだよね、うん、ただまあ初週の数字もいいので、うん、大変だけど、まあ、1作目がそれなりの数字上げて、うんうんうん、2作目につなげられれば、うん、
ひょっとしたらうまくいくじゃないですか。いやいや、うまくいってるじゃん、もう、うん、ひょっとしたらじゃなくて、うん、ちゃんとうまくいったと思いますよ、これは、うん、しかももうこんだけ上げちゃえば2作目、うん、まあ、僕みたいに去っていくのはただの小言じじいだからそんなに人数的に多くないっすよ、うんうん、だから何の心配することもないんじゃないですか。竹内さんは手掛けないけれど、手掛けた、手掛けないっていうか、俺社内でこの企画が上がってきたら絶対やめた方がいいよって言うと思う、うん、無理だもんこれ。竹内、これ成功したじゃないか、お前やめろって言ったのに。いやでもこれ大変だもん本当にこんな労力かけてこれ一本やるの本当大変だと思うんだよね。でもそれやりたいっていう人たちがやるのは、その熱量がある人が応援になれば、熱量がやるある人がやればいいと思う。まあ映画そういうもんですよ、映画ってそういうもんですよ、これ大変ですよこれ作るの、うん、本当にこれ見てて、あ、大変だ大変だなと思いながら見てましたよ俺なんか絶対嫌だな、俺宣伝部でもこんな山の中に取材陣連れてくの絶対嫌だなと思ってさ。あって、あのなんだっけ、阿弥陀堂じゃない、なんだっけな、あれか、雨上がるでも、まあ、なんか取材陣が長野まで連れてくの、まあ俺は別に大変じゃないんだけど、でも考えるだけで気に病むでしょ、もうなんか考えるだけで鬱陶しいなと思うもん、大変さ、こんな大変だと思いますよ、あんな山の中でさ、これ役者陣だって体力相当大変ですよ。でもそういうのがお好きな方もいらっしゃるじゃん。だからそういうのが好きな人には、ね、うん、その現場が好きです、ね、発光多さんみたいなやりたくてやりたくてしょうがない人いっぱいいるから、本当にだからもう送り手冥利に尽きてるみたいな、ね、いやだからこれでもうきちんと成功してるから何の問題もないと思いますけどね、本当に。だ問題はこのあといくつ作ってどういうふうにつなげていくか、うん、で多分僕みたいに感じてる人もまあ、少ないだろうけどいるわけじゃないですか。で全部じゃないにしろちょっとリカバーするようにどう宣伝してどういうその地平で映画を作ってその訴求力を表に見せていくのか、これが今後のポイントになると思うんだよね、まあ、なんか俺みたいな小言じじいで何もよく考えてないやつがだって24枚の蚊つなげていくだけの話だろ、何が面白いねんそんなもんっていうじじいに対してこういうふうに面白いんですよって展開していくのがこれからのポイントだと思う。まあゴジラマイナスはもそうですよね。今言ってるのか、竹内さんはほら容認できないドラマ部分あったけどヒット、え、それとこれとは違いますよ。今はだからシリーズの難しさを言ってるわけよ、ね、うん、そこをまたさ一生懸命シリーズの難しさを言ってる時にゴジラマイナスワンの話されるとまた焦点がボケるじゃないですか、はい、いやシリーズの人気作を作るのは非常にその何手堅いと思うんです、うん、だけどキングダムだって作るのすごい大変だし、特にあれコロナ禍とぶつかったしね、何があるか世の中分かんないし、北海道だっていろいろほら地震とかいろいろあるじゃないですか、その中でこれ作り続けていかなきゃいけないっていうのもあるわけですよ。だからでやっぱり見せ場スペクタクルとかっていうと例えば雪崩とか今後もね出てくる可能性もあるじゃないですか、そうすると天変地異とかと関係もしてくるからいろいろそういう公開時期とかも測っていかなきゃいけないと思うし、これからも苦労はいっぱいあると思うんですよね。だゴジラは毎回設定を変えればいいからシリーズのものとは違う。ゴジラの話はいいじゃん、だからゴジラはまた別ですよ全然それとこれたちがキングダムと比べるのはまだわかるけど、ゴジラ持ち出されるとまた話が超ややこしくなるから、なんでそういう話を持ち出すの。ちょっと面白いじゃないですか。いや面白くないって、もう焦点がボケるだけだから本当にボケてるからね。キングダムはわかりますよこれと比較するのはね、うん、通り部は通り部？東京リベンジャーズ。東京リベンジャーズはまた全然違うよね。うん、うん、同じコミック原作シリーズ。もうコミック原作でもその映画化の仕方が全然違うもん。ルロケンは？ルローニケンシン。ルローニケンシンは東京リベンジャーズに近いよね。映画化の仕組みとしては。だからこれは実はキングダムと似て、うん、非なる、うん、やっぱりそのワン訴求なわけよ、はいはい、ここがやっぱりすごい大変だと思うね、うん、展開していく上で、うん、だって24人の蚊つなげるだけの話じゃない基本的に、うん、そしたらキャストとかをどんどん前面に出していくしかないですね。あとやっぱりなんか裏設定とか、うん、その一つ一つの工夫とか、うん、スペクタクルの見せ方とかに注力していかざるを得なくなるわけじゃない、うん、でも俺キングダムはもともとその彼ら2人が上り詰めていく成長していくビルディングスロマンで、うん、その間にいろんな戦いがあってその戦いに意味があって、うん、しかも相手になんか有名ななんかなんとかの賞とかなんかいろいろ出てくるわけじゃないですか、うん、でもこれも登場人物はさ、うん、ほぼほぼそんな変わんないよね。あの新しいキャラクターが出てきても横取りしたいやつとかそういうのしか出てこないと思うんだよね。あとなんか警察の長とかさ、なんか違う町に移ったそこの長とかさ、そういうやつしか出てこないわけじゃないですか。それはなんとかの賞とかと比べると
まあ弱いですよね。ちょっと小粒かな、うん、だからそこをこうこれからこのスペクタブルロマンとしてこのシリーズを展開していくのはやっぱり送り手は相当苦心がいりますよね。まあ、黒岩さんも多分苦労あると思うんですよこれ、うんうん、ドラマとして面白く見せていくっていうのは、ね、でも黒岩さんはね脚本書くにあたって当然ある程度3作か4作か構築されてるんですかね。もちろんですよね。多分訴求力もいろいろ今僕が小言じじいが言ったね、うんなあんた最初から考えてますよそんなことっておっしゃると思いますよ。あんな竹内さんの考えることぐらいこっちが考えてないで脚本なんか受けませんよ。ほんとあんたの浅はかな考えなんかも見事に吹っ飛ばしてやりますよぐらいのこと思ってますよ。そうじゃないとできない。そうじゃないと脚本なんか受けられないですよこんな人気シリーズの、なんか一人であの火つけては消し火つけては消しみたいな発言をしてますけどだけどやっぱりコミック原作で、うん、あの関数あるやつでね、うん、なかなかうまくいかなかったやつも多いじゃないですか。やっぱりその映画的にその訴求力の作り方、うん、それから一作一作の見せ場の作り方、うん、何がその作品で面白いのか、うん、それはやっぱりポイントだよね。例えば007なんかもそうだけど、うん、やっぱ悪役作っちゃ消し、うん、していくわけじゃない。その中でやっぱ裏設定としてジェームズ・ボンドの成長とか、その何ただ一人愛した人が殺されるとか、やっぱりシリーズごとになんかこう付け加えていくわけだよね。それをだからそのゴールデンカムイでそういう何、視聴者さんの訴求力として新しい次のこの作品固有の訴求力をやっぱ生み出していかなきゃいけない。だからゴールデンカムイ2の時にはゴールデンカムイ2の訴求力を作っていかなきゃいけないわけじゃないですか。そこを多分送り手も脚本家もすごく考えて、多分原作にもともと多分書かれてるんだろうけど、それをうまく、映画の訴求力に変えて具象化されしていかなきゃいけないっていう努力は今後も続けていくでしょうね。でも多分そこはもうさ、僕みたいな文句を言うおっさんとかね、ものすごい熱心なファンでここがやっぱりっていう人も出てくると思うんだけど、多分そういう人たちに対しても対応策っていうか一般に向けてこういう訴求力なんだよっていうことをこれからも展開していくようなことは十分お考えだとは思うんですけどね。だから今更先に言っとくのよ、うん、それでもしかしたら2作目出た時にあこれだったら僕も見たいかもって言わせたら勝ちなわけじゃない、うん、宣伝とかで、ね、こんな小言のジジイにさ、ただイチャモンつけてるジジイにね、いかにそういうふうに思わせるかっていうのが多分送り手 の、まあ、努力の結晶なんじゃないですかね、うん、でキャスト陣もね、うん、ある程度連作ってなっていくとスケジュールも含め体力も含め、まあ、だから問題はさ、多分今一緒に撮ってるのが2作なのか3作なのか、うん、そこもあるんじゃないかなですね。あと撮った後のトラブルとかが出ないかとか、まあ、あとだからさっき言った天変地異と重なって公開時期ずらさなきゃいけないってことも出てくるかもわかんないじゃないですか。まあ、変なんですね、そのさっきおっしゃった北海道で大地震が起きてとか、まあ、雪崩が起きてとかね、今はちょっと不謹慎だってなったりする、ね、まあ、ちょっとなんか想定するのがあったりなんかするようなシーンがあればね、当然それもあると思うんで、うん、なかなか映画はね、蓋を開けてみるまでは映画やっぱり人につれ、世につれね、あの空気につれなんで、なかなか作って届けていくだけでも大変だよね。しかもこんなあの人気あるコミックのすごく期待されている商売的にも構築していかなきゃいけない作品シリーズでね、何作も続けていくっていう努力はやっぱ生中じゃないと思いますよ、うん、絶対やりたくないもん俺まあ、だけど、ね、かかりたくないもんね。原作取るのに競合もされたでしょうし、いや相当したと思いますよ、ね、うん、やりたい人はいっぱいいらっしゃるわけじゃないですか。ただ多分だからきっとそのコンペみたいなのやった時に、うん、どういうふうに描かしていくんですかっていう質問は原作者出版社からあったんじゃないかと思うんだよ ね、 だってこれ難しいもんこれ、うん、キングダム、まあ、キングダムは簡単じゃないんですよ。あの作るにはすごい努力がいるんだけど、映画的なその訴求力のも維持っていうのはそんなに難しくないと思うんですよ。だからそれは訴求力の維持の難しさとは違う大変さ、あの規模とか撮影 の、 そのエキストラとかいろいろあるじゃないですか。撮影はいろいろ大変だと思うんだけど、送り手 の、 その地平の構築はそんなに難しくないと思うんだよね。これっていうのが全然難しいと思うんだよ。これは下手に手出すとやけどするよね。だけどまあ実際もこの数字が集まってるってことはもう成功ってことでいいと思うんですけどね、十分。これ山田杏奈ちゃん起用の理由はやっぱり演技力なんですかね、彼女の。まあ多分あとそのアシリパっていうキャラクターをどういうふうにこう造形して構築していくのかっていうところにおいて
山田アンナならできるっていうふうに送り手が確信したんじゃないですか、ね、まあオーディションですからね。オーディションもあったと思うけど、多分山女もあったと思うんだよ、ね、山女も、うん、ちょっと山女とこの撮影がどういう関係性にあるのかちょっと分かんないけど、うん、山女の影響はあったような気がするんだけどな。となるとね、うん、俺またちょっと単館系の映画で山田アンナさん見てみたいんですけど、うん、どんどんでかいのに行って、いやそんなことはないね。山田アンナ自身が求めてるものがかなりチャレンジ、自分がやっぱりやったことない、うん、あのなんていうかな才能と、うん、いや一緒にやりたいとか、多分相当意欲はあのなんていうかな広大な方だというふうに見受けられるので、うん、単館の主役とか単館の止めとか、うん、そういうのにも非常に興味を持たれてると僕は見受けてますけどね。今のところ出てもらえるかな、絶対あると思います。今の役者さんはでかいのも小さいのも平気で横断しますから、その昔のスターとちょっと違うんで、特に山田アンナさんはチャレンジングな女優さんだと思うんで、今後も結構チャレンジングな映画に出られると思うんですよね。あと CM が多くなりましたね最近、山田アンナさん、舘ひろしさん、いや素晴らしい役者さんだと思います。今までだから使われ方がもったいなかったと思うけど、最近やっぱり非常にいろんな、あの特に石原軍団のテレビ制作がなくなってからやっぱりいろんな役、あれでほらモントリオールのね男優賞も取られたじゃないですか、なんだっけあれの映画は、なんかほらどっか定年退職してね苦しむっていう役やったり、非常にコミカルな役だけど、あれなんかも非常に魅力的でチャーミングだったし、チャンネル家族ザファミリーとかもね、ああよかったです、組長の役が良かったよね、すごい良かった、あの何存在感、空気感、世界観、なかなか見事で、今回もあのキャラクターのコミカルなあれをコミカルでありながらやっぱこう容認できるキャラクターとして見させるっていうのは、なかなかやっぱり舘ひろしさんの姿形っていうのもあるんじゃないですかね。舘ひろしさん終わった人という、終わった人、あれが面白いんですよ、あれでモントリオールの男優賞を取ったの、で自分が一番驚いてたみたいな、俺男優賞なのっつって、いやっていうことはやっぱり、うん、キャストも使いどころですごく光る方もたくさんいらっしゃる、ね、まあ、やっぱりどうしてもその何あのパブリックイメージが、離れないキャスティングをする方はどうしてもね、その他局他映画でやってたような役の上塗りみたいなことでお願いすることあるけど、やっぱり意外な人を意外なところに配置するとそれだけでやっぱりその映画なりドラマなりはすごい映えたりしますからね。今作だと他にどなたか気になるか、いや勝也さんでしょやっぱり、うん、勝也さんもそんなに大きな役とかあんまりやられないけど、やっぱこの役やれる人少なかったんだと思うんですよね、うん、だから勝也さんをキャスティングしたのは今のところ聞いてると思うし、柳俊太郎の起用も良かったと思うんですよね、うん、このこういう役を。ゴードン君は、ゴードンはちょっとまだ分かんないです ね今のところまだちょっとしか出てない、うん、あれでいいのかどうか、メイクはもう本当に原作のイメージぴったりみたいですね。でもそんなにゴードンから外れてないもんね。そうですね、まああの玉木宏さんほどは外れてないです。玉木宏すごいね、変な汁が流れるってあれおかしいよね結構。大和君は片方であの男性でやってますから、ね、うんうんうん、全然違うキャラ、全然ないかな、ヤマト、ヤマトね、ヤマトは毎回毎回いろんな役やるもんだって、本当に悪役もあるしね、うん、マキタスポーツさん、もうこんな早くいなくなっちゃう、ちょっとショックでしたね。入れ墨があるのにね、もう終わりなんだ、剥がれて終わり、あんな予告編ではし、なんか準主役みたいな感じだったの。もう終わりなのかと思って、俺はポイ捨てかいみたいな、うん、もうなんかもう序盤の序盤でもう終わりだもんね本当に。ということで、本日はゴールデンカムイについて語ってまいりました。まあ数字もいいので続編も多分これいつ頃公開するのか ね、まあ、ね早い段階出てくるかもしれない、ね、しかもさこの公開時期がね1月19日っていうのが僕はちょっとなんかどうして1月19日なんだろう、1月19日ってそれほどいい時期じゃない、いやいや1年のうちで一番ダメな時期ですよ、ですね、だいたいこの、 あの成人の日の3連休でほぼ興行は一旦冷えるっていうのが割と業界の常識なんですけど、この時期に当たってる映画って角川冬のホラーシリーズぐらいしかないと思うんだよね。これでも倒産だから当然
ね、いろいろ考えてブッキングされてるんですか。言っちゃ悪いけど、なんか組んでる会社の大きさの問題なのかなっていう気もしたんですけどね。よろしいね、うん。なんかやっぱりそこならこのぐらいでいいよみたいな。いやいや、そうじゃなくて、先にほらそのフジテレビとか日本テレビとか、うん、小学館とか埋めていくと、うん、なんかこの時期になっちゃうのかなって気がして、でこれでも興行数字この時期でかなりいいから、うん、なんか俺次時期変わるんじゃないかな。あ、もっといい繁忙期に、次は僕お盆に来んじゃないかと思うんだけど、っていうのはこれ冬の雪の映画じゃないですか、うん、雪の映画って夏に見たい、いいよね、うん、ひんやりできてね。ホワイトアウトとかもそうだったんで、うん、なんかいやお盆じゃねえな、お盆が終わった後8月の23日とか8月の30日とか、うん、9月の1週目とか、まあ逆にシルバーウィークとか、うん、そのあたりに次来たらいいんじゃないかなと思う。皆さん、ホームズがまた公開日推移してますよ。当たるかな。何が当たるかもね。いや、当たんないと思いますよ。いやいや、僕は勝手に言ってるだけだから、ね、いやいや、うん、はい、じゃあ次回作の、いやだからちょっとこのゴールデンカムイって、ね、こんだけの超大作の構えで、うん、この1月の19日って公開時期がゴールデンウィークでもなかったと。いや、ゴールデンウィークはないと思うんだけど、それはゴールデンカムイなのに。だゴールデンウィークは決まってんじゃん、だって、うん、なに、もうだってあれクレヨンしんちゃんだっけ、5月は、あ、うん、4月はね、で3月がドラえもんでしょ、うん、であんまりその時期にこうでかいのぶつけてこないじゃないですか、だから、そうですね、うん、組むの大変だし、うん、だから俺この時期しかなかったんじゃないかと思うんだよね。でもものすごい関数取ってるわけでもないんですけど、うん、まあ400だから、うん、でも東方にしたら多めですよ、うん、だいたい東方350前後でしょ、うん、だいたい普通のやつは、うん、あんまりしないんですよね東方さん、うん、大体決まった関数で、まあそんなに拡大、あの特殊工業とかない限りはそんなに広げてこないですよね、うん、だって東宝が800組むって、うん、なんか本当にすごいアニメとかで、うん、あと特殊上映が多いとかじゃないとないでしょ、うんうん、まあゴジラぐらいだったら組むと思うんだけど、ゴジラでもそこまでなかったですもんね。ゴジラ何回組んでた、またいい加減なこと言って数知りもしないくせに。500台とかじゃなかったでしたじゃあこの佐藤さんの使いやすは違うんだよ、エビデンスないから。視聴者さんに頼む、いやいや4週前もこれを見ればいいよ、俺がエビデンスがない、だからそこなのよ。いつもなんか適当な意見言ってなんか俺が突っ込むと、いやもうなんか勘だけどとかさ、いやいや勘あの何勘あの何印象ですとかさ、わけの分かんないこと言うじゃんだって。印象派なんです、ね、一応ほらこれなんかプロデューサーが語るなんだっけ、印象派なヒットの裏側を何とか間違えちゃった間違えちゃってるよ完全に。解体しないとね、解体した方がいいと思うよ俺は本当に。本当にプロデューサーなの。いい加減映画砲弾とかなんかそんな風になんかいい加減砲弾の良かったんじゃないの、ね、サブタイはね、あの業界の端っこにいる2人があの方言を放つ忖度しないみたいな、そうそうそう、それが良かったんじゃないの、本当にプロデューサーはてなみたいな、ね、業界の端っこにいるから言えるなんか方言みたいな、そうそうそう、なんかね、ど真ん中不安の人は見ないでください、っていうかあのど真ん中プロデューサーはこんなことやってないと思うんだ、忙しくて。当たり前じゃない。、うん、ということで、はい、端っこプロデューサーがゴールデンカムイについて語ってまいりました。もう恐れ多くも語らせていただきました、はい、かなり恐れ多いこと語ってますよね。ご容赦いただければと思います。ご容赦ってもうご感情だね。、はい、どうもありがとうございました。